速稼塾の久保でございます。今回ですね、2月、3月、4月、5月、そして6月ですか。結構ね、3ヶ月、4ヶ月と多くの方にとって苦しい状況が あったと思うんですよ。そしてこれからもそれは引き継がれるのかもしれません。まあ例の感染症ですよね。まあこの今まで人類が体験したことがないような世界不況和音といいますかね、大ダメージがあったわけですけども、しかしその中にもですね、この状況の中でもきちんと利益を上げている人、いや逆にですね、ものすごくね儲かっちゃった人がいるわけなんですよ。私はね、それはね、なんでそうなるのかなっていうふうに実はずいぶん前から感じていたんですよ。っていうのがね、で多くのビジネスっていうのは、そして多くの能力っていうのは、やっぱり人が困った時にこそ必要とされる、もしくは発揮されるんだと思うんですよ。で今まで日本を中心として、まあ日本が主になんですけども、なんでねうまくいっていなかったのかっていうと、多分満ち足りてしまったこの日本っていう成熟した社会で困ってますっていう人が減ったからなんだと思うんですよ。例えばね、就職先がないとか、ご飯が食べられないとか、進学できないとかね、中学校高校に通えないとか、服が買えませんとか、ないと思うんですよ。で全ての人にはスマホや固定電話、個人電話があったりね、でお住まいの地域の半径2キロ以内に無数に物を購入できることがあったりとか、無数に働ける場所があると、その気になれば働く場所があって、なんか360度ね選択できる世の中になってるんだと思うんですよ。だから逆に何を選べるのか分かんないっていうね、パラドックスが起きていたりとか、誰も困った人がいないからなかなか商品が売りにくいということなんですよ。ですよね。小売店が多すぎて、じゃあ新しく小売店をオープンしても誰も買ってくれない可能性が高いんですよね。もう飽和状態なんですよ。でそれほどまでに我々は与えられすぎていたわけなんですよね。でも今回のような感染症騒動が来て、いろんな制限が始まるとですね、自分の無力さに気づくわけなんですよ。で危機に対するお金や余裕がないとかね、今の仕事ってこんなに脆かったのかとか、あっという間に潰れてしまうとか、まあいろんな問題がありました。でも能力をきちんと持った人とか、それから冷静に、世の中を見てる人ってのは、その状況を利用して最大限の効果を上げているはずなんですよ。で私がね、社会を広く見れるわけないですから、隠居してますから、まあ私が見てるのはね、主に吉谷さんのね映像なんですよね。毎日送られてきますからね。いや吉谷さんやっとるなと思いますよね。他の方は下手に社会にがっぷり、入ってるがゆえに社会の変動にものすごく影響を受けるんですけども、まあ、私もそうですけども、社会が大きく変わっても私は吉谷さんってあんまり社会の流れに影響されないんですよね。で逆にですね、同じ場所から同じ発信をずっとしてますんで、まあ戻ってきてくださる方がいるっていうふうにね吉田さん言われてましたけども、私のところもそうなんですよ。あ、久保さん久しぶりにご連絡申し上げますみたいな感じでね、あれから何年か経ちますけども、速稼塾まだやってるんですねみたいな形になるんですよ。その継続ってものが大事だってこと、行動ってものが大事ってこと、その他挑戦とかね、信頼とか大事っていうのは数々あるんですけども、でも危機に際してお手上げになっちゃうっていうのは一体今まで何をしてきたのかなっていうふうにね思うところもあるんですよね。もちろん今回みたいな危機にもうひとたまりもないような、そういうふうなね、方もいらっしゃると思いますし、それはある意味不可抗力だと思うんですけども、ただやっぱりね、多くの制度を活用してこういう時だからこそ、まあ、走り始めたムーブメントに乗っかって自分の体制を整えることもできたのかなと思うんですよ。ちょっとね曖昧な言い方になりますんで、動画のこれからね後半に入りますんでまとめていきますと、真っ先に出たのはコロナ融資ってやつですよね。コロナ緊急融資と、今まで、お金が借りれなかった人、満額借りてしまって担保の価値をもう持たない人、そういう人でもそれとは別に無利子無担保、保証人なしで、ほぼ強制的に政府がバックアップして貸してきますということなんで、これ非常にね借りやすかったですね。私もね、コウコさんに申し込みするの初めてですし、それから私の金融情報ってむちゃくちゃ悪いわけなんですよ。クレジットカードすらね作れないですからね。いや皆さんクレジットカード作るでしょ。クレジットカードを作って必ずキャッシングの枠って10万とか30万とか50万ってつくと思うんですよ。
私ね、キャッシングの枠だけつかないですからね。ショッピング枠はつくんですよ。50万とか100万っていうのはつくんですけども、キャッシングは全然やらせてもらえないですね。それはもうね、いろんなキャッシング枠を重複申し込みしてめちゃくちゃやったからでしょうね。重複申し込みって何かっていうと、こっちの会社と全く関係ないこっちの会社に同時に申し込むんですよ。で、同時に申し込んだ時に他社での借り入れありますかってところにゼロって書くんですよね。こっちもゼロって書くんですよ。で、同時に300万ずつ借りるみたいなことをねするわけなんですけども、これはね、運が良ければできるんですよ。そうすると4社とか5社同時に申し込むと、それなりの大きな金額を一気に借りることができるんですけども、後でね、信用情報がこう重なってくると、やっぱりね、後々問題になるんですよ。ですんで、そういう風なね、形でね、私はね、大きなお金に関してはダメージを受けてるなと思いますんで、基本的に借金はできないんですけども、そんな私でもね、コロナ融資はパパッと出てね、それこそ大きな桁で出たんでね、これすごいなと思いまして、私よりも金融情報が悪い人っていうのは、まあ、そうはいないと思うんで、皆さんにもね、透明の資金を借りるためにはコロナ融資がまず一発目だよっていうふうに私も思ったわけですよね。その後で持続化給付金っていうのが結構長い間、適用されてますけども、持続化給付金がほとんどどんな人にも当てはまるように私は考え方をお伝えすることができたんで、一人一人ね、持続化給付金申請をしていただくことができまして、100名以上の方をお手伝いしましたね。で、すでに受給が開始されている方もいて、個人事業主が100万円、法人が200万ですけども、私のところに来る方はね、主に個人事業主の方なんで、最大の100万とかを狙ってね、70万から100万の間でだいぶ受け取っていただきました。これもだから、お金を稼ぐ方法の一つだと思うんですよ。制度を利用して、返済不能の お金をいただくという形ですよね。で、コロナ融資っていうのは返済の必要がありますけども、数年後からの返済ですから、で、使わなければね、そのまま返済すればいいですからね。だから、無利子無利息っていうのがいいですよね。そういった形で、その他にもあります、家賃補助とかね、それから文化功労とか、文化芸術か、文化庁の、これから補助金も始まりますんで、どんどん使っていただきたいと思いますけども、こういうふうにね、情報っていうのをきちんと精査して確認してみると、ピンチだからこそ使えるものがだいぶ見えるんですよね。だからそういった形で私は発信していると、詳しく知りたいとかね、そういう考え方はなかったということで、速稼塾というものに興味を持っていただき、速稼塾の入塾生は結果的に、このね、数ヶ月も本当にね、多かったですね。すごく多かった。いや、これはすごいなと思いました。これはひとえにね、速稼塾ってものが販売されてますよっていうふうに、やっぱりこう動画概要欄にいつも書いてあるからでしょうね。そういった形でね、稼いでいきたいと思いながら稼げない人っていうのは、いろいろ足りないところがあると思うんですけど、まずは商品を売り続けているってことを、お金をくださいっていうことを、そして自分に興味を持ってもらうための今、人が困った内容は何かなってことに気づいて、その困った内容に切り込むような発信をできてるかどうかではないかなと思うんですよね。ですんでね、やっぱり逆風の時、困った時こそ、最悪の状況の時こそ最善を尽くせばいいということになるのかなと思います。億万長者になる人ってね、やっぱり1回ぐらい破産状態になってますからね。だからそういうところから戻ってきて、で、さらに億万長者になるというところで、どんな時でもタフでいることですかね。みんなが儲かんないから自分が儲かんなくてもしょうがないっていうふうに自己肯定しだしたら、そこで終わってしまうんですよね。みんなが儲かっていないからこそ自分だけは残り続けてね、とどまって利益を出していこうと。ビジネスマンっていうのはね、そういうことだと思います。今与えられた状況を活用して最大限の効果を出すこと、最大限の利益を出すこと、ビジネスマンの役割ってそういうところじゃないかなと思うんですよ。だから人が困った時に、皮肉にもビジネスマンは利益を出して多くの方に支持を得て、で、エセビジネスマンというのはみんなが困った時に詐欺扱いされて終わるということなんではないかなと思います。本日は以上です。